こちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アケデンファイター、これは好スタート。ジョリーズヘイロー、この馬も好スタートを切りました。シャイニングシーン、前に行きそうです。アイルトノーブル、それに続いています。さらにはアケデンファイター、14番ロスキャンドル、その後ろミススペイン、後方からこの辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはアケデンファイター、その外にジョリーズヘイロー、さらにはアインマシーン、並んで9番スイートビート、シャイニングシーン、そのうちに続いています。その隣にアイルトンノーブル、その外からロスキャンドル、内からはナイトピット、その隣にアイルトンショット、すぐ後ろにジェットギムレット、これに続いてジェネラルミーティング、すぐ後ろにフローレスリー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ジョリーズヘイロー、2番手はアケデンファイター、これは絶好の手応え。アインマシーン、3番手アケデンファイター、 B 位置です。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ジョリーズヘイロー先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はアインマシーン、あと 200m、 ジョリーズヘイロー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はローブクラフティ、ジョリーズヘイロー今ゴール、段違いの強さです。ジョリーズヘイロー1着、2着はローブクラフティ、勝ったのはジョリーズヘイロー、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は成田大成、先頭、2番手はファイネルオーシャン、あと 200m、 成田大成先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はダークジハード、成田大成1着、成田大成完勝、成田大成1着、2着はメジロヒット、見事に勝ちました。成田大成、ダークジハード敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭変わってゴールドマウンテン先頭、2番手はゴールドマウンテン、ベルストロング抜けた、ベルストロングもう一伸び、ベルストロング1着、2着にはどうやらゴールドマウンテン、1番人気に応えました。ベルストロング見事です。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わってマイスタージンガー、マイスタージンガー先頭、2番手はムーンゼット、懸命に追いすがります。やはりマイスタージンガー先頭だ。残り 200m、 マイスタージンガー先頭だ。残り 100m、 マイスタージンガー差を広げる。2番手はクワチイメージ、マイスタージンガー1着、マイスタージンガー完勝。マイスタージンガー1着、2着はクワチイメージ、これは桁外れの強さだ。マイスタージンガー。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。さあ先頭に立ったのはマチカネドリーム、当選ゴージャス先頭、当選ゴージャス先頭、セイウンバター、藤山ジェネラル追いすがります。セイウンバター、セイウンバター1着、2着にはどうやら藤山ジェネラル、見事に勝ちました。セイウンバター、マチカネドリーム完敗です。着外に沈みました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はノーブルジェム、メジロマックイーン先頭、残り 200m、 メジロマックイーン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。メジロマックイーン先頭、藤山健三追いすがります。メジロマックイーン、メジロマックイーン1着、2着にはどうやら藤山健三、これが G1 馬だ。メジロマックイーン。Thank you.